皆さん、こんにちは。日本語の先生、のりこです。皆さんは痩せていますか太っていますか今、ダイエットしていますか運動を毎日していますか今日は体型について話します。最近、新しい YouTube のビデオを作ったんですね。トピックは、運動、筋トレ、ワークアウト、そして ビデオで使う写真を探していたんです。そのビデオの中には、腹筋、腹筋をする、お腹を引き締めるという言葉が出てきます。そして写真は、シックスパックのある、腹筋が割れている男性の写真を使いました。おお、シックスパック。私にも、私の旦那さんにも、残念ながらシックスパックはありません。 腹筋はお腹の筋肉です。皆さんは普段腹筋をしていますかそしてお腹に筋肉があって引き締まっていますか私は全然筋トレをしません。散歩はよくするけど運動が嫌いです。だから少しずつ中年太りになってきました。しかもお腹がブヨブヨなんです。はい、今日は 太っている。そして体が丸いという意味のオノマトペについて話したいんです。まず、もう一度、私のお腹は出ています。引き締まっていません。だから、お腹がぽっこり出ているということができます。ぽっこり出ている。つまり、お腹の部分がちょっと前に突き出ている。お腹の部分に筋肉がなくて太っているという意味です。さらに、 そのぽっこり出たお腹はブヨブヨなんです柔らかい硬くないブヨブヨ皆さんのお腹はシックスパックぐらい引き締まった筋肉のお腹ですかそれとも私みたいにブヨブヨですかさて時々私は食べすぎます美味しいものをお腹いっぱい食べ過ぎてしまうとブヨブヨの私のお腹はパンパンになります パンパン。これは、張り裂けそうなぐらい膨らんでいる様子です。風船のイメージですよ。空気がパンパンに入って膨らんだ風船。もう、張り裂けそう。そんな感じのお腹です。皆さん、食べ過ぎには注意しましょうね。お腹がパンパンになるまで食べてはいけません。 太っている意味のオノマトペはたくさんあるんですが、他には、ぽっちゃり、チャビーって感じかな。マシュマロみたいな感じぽっちゃりさん。体が全体的に丸い。そんな感じが、ぽっちゃりです。あと、丸〇,〇、丸〇,〇と太ったという言い方もあります。例えば、ペット猫にしましょうかうちの猫はよく食べるから、 〇〇と太っている〇〇と太った猫ちゃんまあかわいいよねもちろん痩せている意味のオノマトペもあります。それはガリガリガリ,ガリに痩せているといえば好きによりももっと痩せている感じでしょうか私はね昔々日本に住んでいた時は結構痩せていました お腹はぽっこり出ていなかったですね。北アイルランドに引っ越して食生活が変わってしまって少しずつ太りましたでも少しずつです実はこの10年間で5キロ太りましたそれでもダイエットをしたことはあまりありませんでもブヨブヨのお腹はやっぱり気になりますズボンのサイズも一つアップしましたからね ということで、私の YouTube のビデオもぜひチェックしてみてください。筋トレをしている、日頃運動をしている人にとって便利な表現を勉強できると思います。じゃあ、今日はここまでです。またねーバイバイ